じゃあ皆さんこんにちは。今日は前回のですね振り返りになります。まあもちろんそれぞれの皆さんとディスカッションしたいとは思いますけども、まず全体のところを初めに、話をしていきたいと思います。はい。で、もう一度そのおさらいになりますけれども、まあ、シュートをストップさせる、まあ、いわゆるシュートを止めるという時のゴールキーパーの優先順位についてもう一度復習していきたいと思います。まずやはり第一には良いポジションに立つこと。で、ポジションというのはまあ位置と姿勢ということがありますけれども、まあ、その姿勢をどのようなタイミングで取るか。ですからいつでもどこへでも動き出せる姿勢で構えるということがすごく重要になります。まあ、これが優先順位の一番。からポジショニングの取り方について、等角線上というね、この三角形の中央の線になる、まあ、こういった位置ですから、ゴールの中央、必ずしもゴールの中央ということではなくて、角度が少なくなればなるほど、この等角線上に立たないと、ニアサイドが大きく空いてしまう、まあ、そういったことをちょっと検証してみましたね。で、実際は頭上を越されない位置まで、まあ、前へ出ることによって、シュートのここを狭める。ね、シュートアングルを狭めるっていうことになります。そしてこれは最短距離ということで、シュートコースに対して90度、シュートコースに対して90度でプレーすることで、ゴールをより広く守れるということになります。まあ、そういう意味では、第2の優先順位ということで言うと、その良いポジションで、まあ、周りを見て、で予測を立てて、そして、味方と連携する。ということが、必要になります。次の優先順位としては、まあ、安全確実なプレーですね。一度で掴む。まあ、一度で掴めれば、守備から味方の攻撃への切り替え、いったところに、つながっていきますから、まあ、サッカーでいう4つの局面の中で、ゴールキーパーが相手のシュートを一度で掴むことによって、切り替えがスムーズに行われるということになります。それからすぐ倒れないでボールコースへ体を運ぶ、ボールの正面に入る、ね、各種ステップね、サイドステップだとか、クロスステップだとか、まあ、いろんなステップを使って、ボールコースの正面に入るということを優先します。ですが、まあ、もちろんシュートが速かったり、自分の体から遠いところに来るようなシュートに対しては、やはりダイビングという技術も必要になります。そして、掴む弾くのところで、まあ、これはセーフティーファースト、安全第一ということで言うと、まあ、両手で弾くこと、あるいはどちらか右手なのか左手なのか、どちらか一本の腕でしっかり、ポストの横へ、あるいはバーの上へ弾き出す、まあ、そういったテクニックということが、まあ、重要になります。ぜひね、この優先順位というのを常に頭に入れてプレーをしてください。まあ、今日のところはね、こういった話で、これから皆さんと、一人一人とディスカッションをしていきたいと思います。じゃあ、まず飯島君、先日の、まあ、トレーニングの中で少し、映像を撮ってもらったので、そこから自分のプレーをちょっと見ていきたいと思います。まず適切なポジション、取れてますよね。はい、ね、しっかりシュートコースの等角線上に入って、すごくいいポジションに入ってました。それから良い姿勢、まあ、構えというのは自然にね、できてたので、そういう意味での動き出しっていうのも、自然に、良い動き出しっていうのが出てました。だから体ね、ボールを、やっぱりボールコース正面に入って、しっかり確実なキャッチングをするっていう意味でも、この2シーンの中ではしっかりできてました。で、ポジションを取るときっていうのは何かやっぱり、まあ、この実際のゲームではこういう線はないんだけども、そういうことをなんか意識してますか？ゴールの真ん中とボールを結んだ位置に立つってことはいつも意識してるんですけど、うん、やっぱ等角線上っていう、その角度がついたときに等角線上ってことまでは、うん、試合の中で意識できてなかったんで。うん、まあ、なんでね、まあ、目印っていうのをどこに置いとくかっていうのがすごく大事だと思うんだよね。
でいつもねトレーニングが自分の目の前にゴールエリア、ペナルティーエリア、PK マークとか書いてあるところで練習できるときは比較的ポジション取りやすいじゃない。でもこういうその何も周りにないような状況の中でポジション取るとなると結構難しいよね。でこの時は両側にゴールが立ってたよね。対面にも立ってたよね。だからその対面のゴールがどこにあるかとかいうことを見ることで自分がそのゴールの中央とこっちのゴールの中央の線上っていうところが真ん中だっていうことが理解できてるかどうかっていうのは一つのポイントだと思うね。まあ、そういう意味でしっかりポジショニングっていうのをこれからも意識して取るようにしてください。で今度実際のゲームだね。ゲームの中でちょっとプレーを見てください。右側がゴールの後ろから撮った映像なんで、左側は自分がどういった動きをしてるか、そういったものは見ることができます。じゃあちょっと見てみます。深見君とセットでやってて、これ奪われた時に素早くポジション修正して防いだし、まあ変則的であるけど、ゴールが横に並んでいて、どちらにも攻撃ができるという条件だったんで、まあ反対側でちょっと深見君からボールコントロールのミスがあって、相手に目の前でボールを奪われてシュートを受けた時、まあポジション修正して対応できたけどね、こういうことがすごく大事なの、はい、4局面の中の攻撃あるいは攻守の切り替え、守備守から攻への切り替え、こういったところで常に関わるっていう意識がすごく重要なんで、これからも続けてくださいね。そういうイメージでやってください。またよろしくお願いします。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、こんにちは。まあ、前回の振り返りということで、シュートストッピングのポジションのところのね、ちょっとプレーを見て、まずフィードバックしていきたいと思います。まず映像を見てください。プレーの方向もすごく良かったね。斜め前にね、こう弾いて最短距離でしっかり弾けたことと、ボールをポストの横へっていうところでね、しっかり安全な位置に確実にやったっていう意味では、すごく良かったです。まあ、ですから適切なポジションを取って、いつでもどこでも動き出せる姿勢を取り、そのタイミングをねしっかり取って、で、スタートね、まああれはダイビングっていう決断をした時に、ワンステップダイビングなのかノーステップダイビングなのか、あるいはもっと足を動かしてのダイビングなのか、まあ、そういったもちろん選択もありますけれども、安全確実なプレーということで、ディフレクティングが成功したと。でダイビングの方向もすごくよくできたということになります。まあ、あとこれでボールの行方を最後まで目で見える、追いかけられるようになるともっといいね。うん、そうすると連続したプレーっていうものに多分つながっていくと思います。はい、じゃあ次行ってみます。次はゲームの中。じゃあ行きます。こうやってシュート打たれてもしっかり動き出して、ポストの横までしっかり移動してったよね。こういうのは大事だね、すごく。あれを目だけで追っちゃダメだね、ボールを。ね、こう常にボールに正対しながら移動する。どうですか、自分の印象は。まあ、今回のこれはシュートはあんまりなかったけど、うん、まあ、ボールになるべく関わるというか、うん、まあ、そういうことはできていたんじゃないかなと。そうだね。もうね、最初、デイワンの時の状況よりは数段良くなってますね。今回はすごくね、いい関わりをしてると思います。で、シュートが横に外れてもね、ちゃんと動き出せてる。それはすごく大事なこと。なんで、いつもこういう意識で、トレーニングを行ってください、はい、だからキーパー練習っていうのはゴールキーパーコーチとキーパーの練習だけがキーパー練習なんじゃなくて、こういうゲーム形式のトレーニングほどもう試合に近いからね、こういう中で今のようなことを続けるっていうのが一番いいトレーニングになります。だそういう意識でぜひやってください。ありがとうございました。はい、じゃあ深見君いいですか。はい、最初はね、シュートストップのポジショニングというところについて、実際に、見てもらいます。
ね、ここはよくキャッチできたね、いいポジションで。はい、今の見てどうですか？もっと早くあのポジション取れてれば完全にキャッチできました。そうだね。まあ、あのポジションね、適切なポジションに入るというところで、まあ、これは線があったので、比較的いいポジションにスムーズに入れたんだけど、ちょっと後ろを見てポジションを取る癖みたいのがちょっと出てたんで、まあ、できるだけね、試合の中では後ろ向いてる隙に何か状況が変わってしまったり、あるいはシュート打たれたりっていうことがあるんで、できるだけ前を見てポジションが取れるように、あの意識してください。でアッパーは動き出しのところね、あのスムーズにボールに直線的に、アプローチできてるかなっていうところだったり、まあ、安全確実なプレーっていうことで言うと、やっぱりしっかり、1回でキャッチできればベストだね。特に自分の体の近くに来るボールに関してはね。で自分の体から遠くに来て1回で確実につかめないと判断したときに、まあ、ああやって両手でディフレクティングチャレンジしたんだけど、まあ、ちょっとボールに、ボールの後ろに手がしっかり入ってなかったことでちょっと入ってしまったんだけど、あとはダイビングの方向はね、最後の止めたシーンなんかは、前方向に、斜め前方向にプレーできてるんで、そこはすごく良かったというふうに思います。じゃあゲームの方をちょっと見てください。ゲームでの、関わりのところをちょっと見てください。おー、これ前出てすごいね、止めたね、ブロックで。姿勢とかどうかな、足の向きとか。試合開始と同時に相手ボールか味方ボールしかない。はい、どうですか、見てもらって。ショートバウンドしてからのキャッチ、下がってキャッチしてたんですけど、もっと前でキャッチです、うん、そうだね、まあ、より前で掴めれば、次のプレーにスムーズに移行できるね、うんうん、まあ、そこは判断のところね、意識して、プレー続けてみてください。はい、お疲れ様でした。はい、水口君、お待たせしました。はい、じゃあちょっとね、最初はポジショニングのところで、こう見てください。特に適切なポジションに入れてるかどうか。この最後のシーンなんか素晴らしいね。ね、斜め前にしっかりとダイビングできて、で、ボールサイド側の手でしっかり弾き出してるよね。こういうプレーでやるとやっぱり最短距離でゴールをより広く守れるっていうことは、自分が体が小柄だからってこう感じることなくね、プレーできると思うんで、より、ゴールを広く守るためにぜひそういうプレーの方向を意識してやってください。で次、じゃあゲームのところです。どう？ちょっと準備が足りないな。相手がゴールに近づいてきたときに少し前とかがちょっと足りてないなって。うん、ああそう。うん。一生懸命ね、こうポジションを前後左右修正しながら守るっていう意識がすごく出てたよね。ただボールがだんだん近くなると、ひょっとしたらシュートが急に飛んできたりっていうことも起こるよね。やっぱり手がすぐどこにでも動き出せるように、そういう位置に持ってくるっていうのも大事だね。だらーんと下げた状態のままだと
なかなかその手がね、じゃあ頭上にすごい速いシュートが来ちゃったり、いきなりシュートが来た時に手が出なかったりっていう対応が遅れてしまうんで、まあ、そういったところはちょっと意識した方がいいかもしれないですね。まあただね、ポジションとかそういうのをいいポジションを取り続けようっていうのはすごく感じられたんで、ぜひこれからそれを続けてください。はい、ね、はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。